ティエラの近況報告をメンバーのイラストや写真付きでお届けするコーナーです。ちょっと久しぶりじゃないですか、リエラ日記ね。ね、そして今回の担当はディリ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 ナギオでございます。おい、ナギオだよ。知らないです、知らないです。ナギオ言ったじゃん。知らないです、ナギオ。そしてですね、今回はちょっと今までのリエラ日記とはちょっと違いまして、はい、テーマがございます。あら、ファーストライブツアーの全行程を終えてです。全行程を終えて、はい、全公演を終えて、こう率直な感想だったりとか、うん、まあ、ここの特に印象に残ったこととか、こうステージの裏側だったりとか、なるほどね、をちょっと印象に残ったところをちょっとご紹介していただければなと思います。はい、それではナギオ、今回のリエラ日記のタイトルをよろしくお願いします。タイトルは虚無です。虚無、タイトルないってこと。虚無、虚無っていうタイトル。あ、タイトル、そうそう、やめてください。それでは早速イラストをお願いします。はい、ね、絶対この音楽に合ってない。やだ、合ってる合ってる合ってる、合ってます合ってます合ってる、この音楽じゃなくない、やばい、大丈夫、ちょっとなんかね、頭からなんか入ってるんだけど、イラストにバッチリ合ってますね。この音楽でなんか回ってそうじゃない、空中でね。え、やめて、虚無ってどういうことこれ。やだやだやだ、回してもらおう、これ夢に出てくるから。夢に出てきそうな。やだやだ。虚無も気になるし、うん、なぎおの横に置いてあるものも気になる。あ、これね、ストレッチをしてる時のね、私なんだけど、この横にあるのは、うん、一番何手前、うん、足に近い側からタオル、うん、これはあのクールダウンに使う氷、あ、中に氷が入ってて、で、あと靴シューズがね、置いてます。何ですか、薬めっちゃ詰まってるのかと思って。薬じゃないですね、氷です。そんな疲れてたんか、投げようと思って。そう、この全工程を終えてっていうことで、うん、ライブが終わった後の私たちみたいな。あ、そうね、そう、もうライブ中はさ、うん、すっごいテンション上がってさ、うん、もう全力で楽しいって感じで、うんうん、で終わって全部髪の毛とかばらして、うんうん、そのなんていうの、もうゆったりできる格好になってから、うん、ストレッチをするじゃない。するね。その瞬間、今までめっちゃ笑顔だったのが、うん、プツンと虚無顔になっちゃうんだ。わかる。そう。で、みんなもうさ、うん、10分ぐらい全く動かないじゃん。うん、動かないし、喋らんし。そう。その時の顔がこれ。ちゃんなぎゃ目開けてたんだね。私はね、目開けてなんか、うん、ずっと、あ、今日こんな感じだったなとかいろいろ考えてた。私閉じるタイプ。私も閉じるタイプでさ、うん、閉じて、あの目の上に眩しいからタオルを置くタイプ。あ、置いてた、置いてたね、うん、私ずっと同じところ見てるタイプだった。いやー、それはこの曲に合わせて回るわ。それは回る。この絵が回ってんの想像しちゃう。もうやだ、もうちょ、回さないで今目の前で、ちょっとね。こんな感じ、揺らしてくれてます、今画用紙を。ありがとう。なんかすっごいどうでもいいんだけど、うん、なんか万華鏡の中に入っててほしい。やだ、いっぱいいるやつだ。いらすっごいどうでもいい、ごめんね。この万華鏡欲しい。覗いたら10体ぐらいいるみたいな。ちょっと作ってみていい、これ。いいです、いいです、やってみて、これ。でもね、そのぐらいね、わ、ね、うん、かるわかる、本当にライブの後の私これを、うんうん、みんなそうね、全部出し切って、出し切って、うん、なんかもう動けない感じ、重力に身を任せてる感じ、うんうん、なんかあの椅子、椅子にさ、うん、足乗っけてさ、あ、うん、血流をね、血流を心臓とか上の方に戻すみたいな、うんうんうん、やってたよね、思い出した思い出した、やったらすぐ寝ちゃうんだけど。あれは眠いよね。眠くなるね。そう、でも本当にライブめっちゃ楽しいんだけど、うんうんうん、終わった後はもう多分自分でもなんかステージにいた人物と同じ人だとは思えないぐらい虚無顔になってた。頭からなんか生えてるもん。これポニテね。横になるとさ、ポニテ上に行くからさ、じゃあなんかもう目でも出とんか思って。ねえ、もう明日への活力のね。やだよ、そんなとこから出さないで。ね、い、本当に結構恐怖だよね。そうだよ。だって、まあ、あの、あれよ、虚無っていうか目が座ってるもんだって、うん、虚無だもん、虚無はそんな感じだよ、まあ、なんかタイトルに対して、こっち見ないで、やだ、こっち見ないで、怖すぎるよ、あ、もう終わろうこれ、怖い。あの現地で参加してくださってた皆さんが多分会場から出て帰るぐらいの時に、うん、多分凪ちゃんこうなってたってことですよね。そうだね、こんな感じ、みんなこうだから。みんなこれの目閉じたバージョンだから。